授業参観、恋の予感、家庭訪問は地獄の門、放課後の校庭で、課外授業の愛を知る。受験戦争もう抜けそう、か弱いハートが折れちゃいそう。ホームルームの教室で男女交際の噂が飛び交う。先生、知らないこと知りたいの、見えないものが見たいの、教えて教えて教えてねえ先生。最近寝つき悪いの、悲しいたり激しいの、どうしてどうして先生。セーラー服は戦法服、クラス対抗のデスマーチ、防災訓練結構で、滅多にならないチャイムが鳴るとき。先生、言いたいけど言えないの、悔しいほど切ないの。先生、先生、でも先生は先生、フルネームで呼ばないで、下の名前で呼んで、お願い、お願い、先生。先生、聞きたいことまだあるよ。年下じゃいけないの。答えて、答えて、ねえ先生。先生、卒業式近づいて、さよならも言えないで。嫌だな、私、まだ女子高生でいたいよ。